どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はなぜかカウントが進まない、カウントが止まる原因まとめとなります。ナチマッチをしているとキルは取れるのになかなかカウントが進まないっていうことはありますよね。味方や自分が関与していてもカウントが途中で止められ続けるっていうことは多々あると思います。そこで今回はカウントを有利に進めるためにすることを次の順で話していきたいと思います。カウントを進めるために誰が関わるべきかっていうのはあると思いますが、そもそも進めるための準備も必要かなと思います。カウントが止まりやすいなっていう時に参考になれば嬉しいなと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずカウントが進まない時ですが、場所を見るようにした方がいいと思います。カウントを進める時に場所を見る必要があるのかというと、カウントが止まる時は必ず場所が影響するからです。一番わかりやすいのは草屋温泉ですが、ここは歩行を進める際に必ずこの場所で止められるっていうことが起きます。逆を言えばこの場所を取りさえすればこちらのカウントは進みやすくなるというわけです。草屋だけではありませんが、他のマップも同じように必ず止められる場所というのが存在します。このようにカウントが止まるときにどの場所を取っているかによってスムーズに進めやすくなるわけです。ではなんで場所が大事なんでしょうか。それは今作特有のチョークポイントが原因となります。チョークポイントというのは必ず通らなければいけない場所となります。このチョークポイントがスプラ3ではたくさん用意されているため、守っていればある程度時間稼ぎができるという風になるわけです。ということはこの場所さえ理解すればカウントも進められるというわけですね。だからこそカウントが進まないときは場所をしっかり見ることが重要になってくるというわけです。では場所以外にもカウントが進まない原因というものについて考えていきたいと思います。まあ、その一つがルールに集中しすぎているという点です。カウントを進めるためにルール関与をしたら進まないっておかしな話と思いますが、意外と進みません。でこれに関してなんですが、まあ、カウントが気になりすぎてそれ以外の処理が全くできていないっていうことが挙げられます。例えばナメロー金属のエリアですが、このマップが典型的な傾向になりますね。まず相手の後衛と前衛がエリアの塗り返しがしやすいマップ構成となっています。そのためカウントだけに目が行くとエリアの奪い合いになってしまいます。こうなるとキルを取った方が有利になるんですよね。特に弓や後衛武器の場合は塗りが弱いため、塗り行動しすぎると相手の後衛が動きやすくなってしまいます。こうなると相手の後衛に隙を見てキルを狙われてしまう原因になるわけです。このようにカウントを進めるためにルール関与をしたのに結果的に不利になる状況が出来上がるというわけですね。不要な関与とまでは言いませんが、塗りが弱い後衛がエリアの塗りを維持したとしても相手の前衛が来たら負けてしまいます。それよりも相手の後衛を抑えて味方の前衛を動きやすくし、マップ自体を奪った方が試合としては有利になります。こういう時は焦ってしまいますが、負ける時は負けるもんだからキル取って一気に逆転しようくらいの気持ちが一番いいかなと思います。もちろん無理やり塗って勝てる試合っていうのもあります。ですがそれはたまたま味方のキルが刺さったという可能性があります。なるべく多くの有利を取るためにカウントだけではなく処理することも意識してみましょう。続いては味方との距離が離れすぎてるという点です。ガチホコで起きやすい原因ですね。まずカウントが進まないということは少なからず味方との連携が取れていない可能性が高いです。この連携というのはスペシャルを合わせることでもありますが、単純に陣形の問題というのもあります。よくあるのがここの周りの処理をせずに敵陣にいる敵を2人に倒してカモンで催促してくるという時です。こういった時はここ周りにも敵が潜伏している可能性もありますし、何よりもここを守る人がいません。このように距離が離れすぎているとここを運ぶにもそもそも持った瞬間にやられてしまいます。
場合によっては敵に気づいた味方が矛を持つことができず対面を始めます。こうなるとチームとして分断されてしまい、崩れた方から敵が流れてきてしまうというわけです。特にこういった試合は一度こういう風なことが起きると同じことが続きがちです。いくら矛を持ったところでうまくいきません。これを防ぐにはとにかく味方との距離感を維持しながら矛を運ぶしかありません。また守ってくれることもありませんので、しっかり矛持ちを頑張るしかありません。矛周りに潜んでいる敵をキルして有利にするしかないんですよね。で、こういう時なんですが、公営としてはあえて持つということはせずに矛のカバーをしてあげるようにするということが一番いいかなと思います。公営が矛持ちとペアを組んでしっかり守る必要があります。射程を生かしてしっかり味方の近くに連れていくということを意識する方がより矛は運ぶかなと思いますね。最後にですが、カウントについてはたまたま進むことがあるというのも覚えておいた方がいいと思います。これは X 対をしていて感じたんですが、パワーが上がれば上がるほど甘えたリードっていうのは取れなくなってきます。特に矛などのようにゴリ押しで運んでカウントを取るときですね、こういうのは上に行くほど減ります。というのも守る側のエイム力が高いんですよね。今まで当たらなかった球が当たるようになってきます。こういった人たちのエイムを避けながら運ぶことを考えると難易度はとても高くなります。例えるならプロの攻撃を避けながら運べるかという話ですね。そのため確実にカウントを進めるにはキルを取って状況を作り出す力というのが必要になってきます。立ち回りなどいろいろありますが、最終的にはキルが重要です。過去に立ち回りの話もたくさんしていますが、最終的にキルが取れることによってその立ち回りは完成となります。逆にキルが取れなかった場合、どんなにいい立ち回りでも悪手となってしまいます。そのため今回紹介したカウントが進まない原因というのは全てキルにつながった話になったわけです。パワー帯にもよるかもですが、今のパワー帯でしっかりキルを取って一気にカウントを進めれる癖はつけるのはおすすめしたいなっていうところですね。はい、ということで今回はここまでとなります。なぜかカウントが進まない、カウントが止まる原因まとめはいかがでしたでしょうか。カウントを進まない理由というのはいろいろありますが、基本的には今回紹介した内容の質の差になってくるのかなと思います。進まないということはルールに関する何かしらの部分が邪魔されているわけですからね。ルート系であればルート上に問題があります。場所系であれば場所に問題があります。試合中にデスするポイントを見て臨機応変に対応できるようにしていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。